劉備は呪書の導きを得ると曹操軍を破り諸葛亮を軍師に迎えた。待望の軍師を得たことを喜ぶ劉備だが、その傍らで呪書は諸葛亮に劉備を託し去っていった。一方曹操は深夜での戦で足を止めることなく南進を続行。劉表は騒乱のうちに没し、後を継いだ諸子劉宗は曹操に降伏した。次に曹操が狙うのは自分。劉備はまたも流浪を余儀なくされる。この時慶州の百万を超える民が劉備と共に流浪する道を選んだ。慶州そのものが動くかのような運河のごとき民の行進。劉備の人望は乱世に大きな流れを形作りつつあった。この流れを守り劉備が目指す世へと導くために、諸葛亮、趙雲、趙飛が趙藩に知勇の隋を轟かせる。おうおう、蓮妃と趙飛様のお出ましだぜ。これほどの民が劉備殿と共に。やはり劉備殿は天下万民を導く光。いかな大軍からもお守りしなければ。敵は恐ろしく盛況だ。どれだけ民を守りきれるか。曹操の追手は大軍。この私を討つためになぜそれほどまで。曹操の目指す道、それは劉備殿の陣とは相入れるものですが、今はまだ立ち向かうべき時ではありません。さあ民と共にこの窮地を脱しましょう。みんな、我に力を貸してほしい。民と共にこの窮地を切り抜けよう。任せとけ兄者。敵は全部この蓮妃と趙飛がぶっ飛ばすぜ。おい見ろ、劉備だ。挟み撃ちにするぞ。ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。戻って策の練り直した。敵将討ち取ったぜ。
下の集落にてかくまわれているとのことだ。なんと、では私がそのお助けしよう。正気で熱い音、ここはお願いします。飛んでけ。敵は俺らで食い止めるぜ。長、早くこの長半峡に戻ってこいよ。私たちもすぐに後を追います。死ぬなよ。どうじゃ、また会おう。そろそろこっちも準備を始めっか。本体が来る前に肩をつけちまおう。敵は複数の経路から向かってきます。中央の敵です。進路を塞ぎましょう。よし、わかった。暴走軍の奴らも思うようにはさせねえぜ。足が棒みてえだ。ほら、もうあれだ。飛んでけ。この速さで逃げる。何、ここでか。よし、危険だが少し休憩を取ろう。延命、趙雲殿が長半峡へと向かっておられます。よっしゃ、やったか。もう守りきって迎えてやらねえとな。遠寧、曹操軍の増援が到来しました。この砦を燃やしましょう。おい、冗談だろ。奴らこっちの進路潰しやがった。よし、奴らの進軍が止まったぜ。ざまあ見やがれってんだ。もっとは進路が潰されているようだ。なら他の道から進もうか。遠寧、敵の増援、さらに第二陣が接近中。敵はやはり加速をしてくれるんですか。長半峡防備を固めましょう。その勢い、誰にも止められますまい。お見事、見せつけてくれますな。飛んでけ。なんと
逃げる背を追い打つ形となる。恐縮です。覚悟してください。よし、よくそこまで来たな。俺の部屋で燃えっちまえ。進むなんて無理だ。エンデ、曹操軍本隊が戦場に接近中。あらあら、どんどん来やがれ。絶対ここは通さねえぜ。うわ、敵は強いぞ。逃げろ逃げろ。はっはぁ、劉備軍の大騒ぎ。をつけたいね。
攻撃が止んだだ。これで今度こそ大丈夫だ。おめえはまともだな。けど兄者をやらせはしねえぜ。その勢い誰にも止められますまい。よし、ここまで来れば大丈夫だ。みんなよく頑張ってくれた。こんくれえ朝飯前よ。曹操軍なんざ俺たちの敵じゃねえぜ。